ここね、新しいお兄ちゃんができたんだ。お兄ちゃん？うん、お兄ちゃんでもあり彼氏さんでもあるんだけど。へえ、よかったじゃないか。ねえねえ、お父さん、お父さん。だからお父さんって呼ぶな。じゃあパパ？パパもダメだ。なんでだよ、パパって呼べって言ったくせに。あれは口が滑っただけだ。ねえねえ、タケピョン、タケピョン。なんだ？プップクプー、プップクプー。意味わかんねえよ。ねえお父さん、お父さん。なんだよ。チュワ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 。お前もか。どうした、ピピ？遠吠えかよ。タケピヨ、タケピヨ。呼び方変わってるし。ココちゃんのショートコント。もしもココちゃんが怪獣だったら、ガオーガオー。怪獣だぞ。ドシンドシンドシン。いろんなの壊しちゃうぞ。ガオー。終わっちゃったよ。おじいちゃんの息子、おばあちゃんの息子。紛らわしい。北ちゃんのショートコント、もしも3年生になったら。3年生は最上級生なので、忘れ物をしないように頑張りたいです。いつも分度器を忘れるので、忘れないように頑張りたいです。作文だろそれは。頑張れよ、忘れんなよ。今度はなんだ、キキ。また遠吠えだ、これ。タケピョン、タケピョン。なんだ、今度は。イモモしたい、イモモしたい、イモモしたい。してなさい、永遠にしてなさい。ね、うん。お父さん、お母さん。両党になったの、俺。思いつかねえなら呼ぶな。遠吠えだろ、どうせまた。あ、短くなった、短くなった。なんかちょっとすげえ。タケピョン、タケピョン。だからなんだよ。プップクプー、プップクプー。戻っちゃったよ。あ、ちょっと待って、お兄ちゃん。またきっと会えるよね。絶対会えるの。必ず会えるの。ココ、信じてるから。だって、そうでしょ？ココとお兄ちゃんは太陽星人なんだから。超能力を使えるんだから。ね、だからお兄ちゃんも信じて。ココとお兄ちゃんの世界はしっかりと結ばれてるんだ。二つの世界が今は一つに、その結び目にあるのは